額投資でグラビア撮影。一定金額っていくらですか？結構すぐだな。そもそもグラビア撮影ってなんか何するんですか？動画、動画、あ、動画、あ、動画。おお、びっくり。え、中断チェリー。17ゲーム、まさかの投資がストップしました。でもそうだよね、10段チェリーの3分の1かな、フリーズはだったから、まあ、してないわけなんですけど、フリーズが良かったけど、まあ持ちコインで当てられたのでまさかの良かったです。17ゲーム、ではでは。あ、鉄鉄はねしょぼいんで30ゲームスタート。モルフェーブルか。はい、マフシマコで、村掛け、超村掛けはなしの示唆ですが、まあそんなもんではないでしょう。海外レースまで行って勝ちたいですね。凱旋門突破なんてもう外れてもう1回ぐらいしかないかも。まあ、上乗せしないとちょっと30ゲームで速攻で終わってしまう可能性もあるんで、まあ、MB 引いたり何かしら上乗せが欲しいところ。赤いきました。お、しっかりレインボーか。来そうですね。あんまりしっかりレインボーまで上がるときないんですけど、まあ 100% 継続で全然マイス取れてない。まあ押しても 100% なんですけどね。あ、引いてる。あ、 MB です。今ボタンを押し損ねました。はい、また節背景で、そう今、MB 中か。上乗せ、あ、ちょっと強いな。あー、でも乗るだけか。あ、乗りは乗るですね。さあ、ジュジュム乗せいただきました。それだけ。でもさっきハートマコ出てるんで、まあどっちみちやっぱり、最初がもう 100% のレインボー出てるから、もう3冠か伝説しかないんですよね。だから6セットまでは大丈夫だと思います。でかい上乗せが欲しいです。かわいい。あと三冠シナリオもありうるんですよね。そうなるとやっぱ7セット以降が怖いんで、早く今のうちにマコマコで部位をいっぱい揃えておくべき。
第3コーナーに通報明治で1本を大きくシーテーを回ってラスト直線5分整備外から残り200m やばいですね、オチが。スタートです。おおおおおお、下パネル消えました。びっくり。これはどっちに、あ、違うな、MB で、あ、違う、スイカだ、スイカで上乗せか。いや、スイカでマコマコまであるな。あるか、まあ、ありそう。え、スイカでマコマコだとちょっと設定差ありますけど、上乗せかな。はいはい、もう一回、え、もう一回、マコマコ入りました。スイカで設定にも期待できるかもしれないという、これ大事です。ここで V 揃い何個かゲットしときたいですね。まあ上乗せも乗せていきます。お、早速ここはカットイン出た時点で確定。ここでセット、はい、あと2個ぐらいいけそう。オーナーさん乗せて。オーナーさん、おい、カットイン出ないなら乗せてくれ。よし、ゲーム数は乗せる気ないみたい。オーナーさん、ええー、おう、でもちゃんと予定通り、予告通り。爪一緒にいてくださいね。おし、マコマコでこんなに V 揃い乗せれたことない。ただこんなにゲーム数を乗せれないこともない。あ、やっと乗せますね、ゲーム数最後の最後で。はい、ありがとう。はい、ゲーム数はしょぼいですが4つ V 揃いいただきました、ストックで。ここでも V4 つもらってると、たとえ3冠シナリオだとしても7セット以降が、まあ、全部50パーになっちゃうんですけど、4つあるんでもう海外レース行けます。でしかもオールフェーブルで 50% 熱い。そして上手だった、とっても。いやー、いいマコマコタイムでした。で残りの10ゲームを消化して、ただ枚数少ないんだよな、めちゃめちゃびっくりする。超スピーディーな G1 ロード。さあ6レース目です。さあ、バーン、はい、乗せる、あ、乗せそう。あ、この馬乗せは乗るでしょう。はい、乗りました。お、40、意外とでかかった。めちゃくちゃもたまにはやるのかしら。ゲーム完了しました。スタートしました。オルフェーブルの位置取りは最後の方から辺りを伺っているオルフェーブル。第3スローフェーズで1本大きく離れた大会中央が終わった
い駆け足で10レースまでやってきました。で、11レース目海外レースに挑戦です。幸いオルフェーブルで中断チェリー引いたんで勝率 50%。 こういう時の 50% ってやだな。レバー叩けない。そして1000枚は行きたいんでやっぱり突破しないと。あードキ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 。お願いします。久々に勝ちたい。一応勝ち会もあります。すごく薄いですけど海外レースの勝ち会は。紅茶引いても 10% です。わお願い。パパチャンスアップない。ここで残り 200m。 いやダメっぽい。やりました。すっごく久しぶり。海外レースはやっぱり何回かは行ってるんですけど、わあさすが 50% や。でここから、凱旋ロード、88% 継続です。まあ実は 88% 継続って全然すぐ終わるんで最高5連だったかな。まあなるべく終わらせないように頑張ります。1000枚はいけるはず。よし、かわいい。やったね。かわいい。お姉ちゃん、胸熱。よし、終わらせない。よし、どんどん行っちゃうよ。じゃあ、せっかく終わらせちゃいけない。はい。お、びっくりした。揃った。やった。青で揃うことなんて、おー、ここで変わると熱い。揃った。上手。継続。お、先輩オーバー。20レースぐらいまでは行きたい。もっといけるかな。てか上乗せとかは全然できないのがやばいですね。
のシナリオが伝説だった場合は V ストックがこっちに来てるんで17の終わりまでは継続確定です。嬉しい、ダブルだとなおよし。おお、ダブル揃いだった、本当に。乗せも来ちゃいます。100、おお、びっくりした。いいですね、気持ちいいですね。継続もストップ。100ゲームあると嬉しいな。真上から。続きますね、まあ、V ゾロとかもあるんですけど。お、すごいですね、20レース目です。これか、あ、2000枚は行きたいな、ここまで来たら。大丈夫か？あ、危うい気がした。真相に期待しましょう。でも緑だな。1821枚。待って、オナさん、バイト。遭遇水差、21レース1821枚終了ですけど、緑なんでもしかしたら復活がなかったです。お、ベナビスタ、ちょっと1周目ぐらいは行っていいですかね。しかもベナビスタで温泉ゾーンなんで RP 中だし、ナビスタで、あ、そこで落ちた、アルティは。MB 引けたら 100% で、チャンスゾーンに行きます。お、ちょっと入った、びっくりした。 MB 引けた、マコチャレンジ。さて、チャンスゾーンです。まあ、期待度的には高いチャンスゾーンなんで、お、もう上がりましたね。チェリーを引けた方がいいかな。よし、チェリー色上がる。ロリー勝ってんじゃないかな。さあ、ジャッジ。あー、ここにマークが浮いてない。うわー、ダメだった。もう着替えしてよ。はい、まあ十分に出せたかなと思いますんで、まあもうここから投資もすることもないでしょうし、バッチリプラスでここで終了とさせていただきます。実戦終了です。お疲れ様でした。本日はですね、まあ、低投手を目指して、ということで、朝一聖夜うちの、まあ、ちょっとリセットっぽくないかなと思ってやめて、で、天下風部4と G1 と。G1 が良かった。本当に中段チェリー様々でございました。凱旋ロードも久々に消化できたので、結構出ました。で、投資が全部で、なんと9000円、抑えます。抑えました。回収がですね、1732
3枚ということでプラス1280枚です。よし、確実にプラスを増やしている。まあ、トータル収支もね、大事かと思うんで、今日はすごい見せ場的なのもあったと思うし、かなり、まあ、G1 大好きなんで、大好きな台でたくさん出せてめっちゃ楽しかったです。はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。え、あ、それあるんですね。やっぱりプラスだからチャラってことはない。はい、決まりなんて分かってますよ。はいはい、さすがにあれって何ですか。死者誤入、死者誤入しちゃう、そこで。はい、ギカッと取ればいいんですか。わかりました。あ、怒ってないです怒ってないですよはい、わかりました。お願いします。